社会現象と言ってもいいほどの大ヒットを飛ばしている連続テレビ小説「虎に翼」が9月末最終回を迎える再び集結すごい NHK 特番のために集合した「虎に翼5人」の弾けた笑顔ファンの間で「虎つば」と略され SNS では連日「これまでの朝ドラで最強早くもロスに陥っている」などと投稿が相次いでいる週刊視聴率ランキングでも常に1位を獲得している その主人公で日本人女性初の弁護士、判事、裁判所長となった三淵義子をモデルにした佐田虎子を演じる伊藤さり、30、が9月6日、朝一、NHK のプレミアムトークにゲスト出演した。同番組にはこれまでにも、虎つばの出演者が多数ゲストに訪れている、その鳥りを飾ったのがヒロインの伊藤であり、多くの共演者が彼女に VTR でメッセージを送った。 その一人が夫役だった中野大我でした。伊藤への熱いコメントが紹介された際、彼女は涙ぐみながらも、病院行っても忘れないでくれて嬉しかったです。みんな病院行っちゃうんです。と言って笑いを誘っていました。これは、中野が小池栄子と W 主演した7月期のドラマ、新宿野戦病院、フジテレビ系を指しています。テレビシライター、中野だけではない。新宿野戦病院、には、 トラに翼で伊藤の父親役を演じた岡部隆や大学時代の同級生役の平岩氏さらにはドランクドラゴンの塚ジムがよきみこらのレギュラー陣に加え超新星野本メンバーの孫も野添義弘そして戸塚純喜がゲスト出演しているのだ「トラつば」で人気を博し X で「俺たちの轟きがたびたびトレンドとなった戸塚がゲストで出てきた時には トラツバとコラボしてるのという声まで上がったほどです。新宿野戦病院だけではありません。ブラックペアンシーズン2、TBS 系には子役時代、伊藤と女王の教室、日本テレビ系で共演し、トラツバで同期の弁護士を演じた松川成樹、松川成樹が医師役で出演しています。